はい、というわけでね、皆様大変を撫でてい大変皆様お待たせいたしました。チョピナスタンプのね、第4弾発売開始です。今回はね、もう今まで、ね、誰にも見せることがなかった、もう明かされることがなかったね、チョッピの、裏の顔をね、もう思いっきりね、公開させていただきました。今までですね、3種類、スタンプを出してきたんですが、まあ、ほとんどのシチュエーションはね、まあ、網羅できるつもりで、制作してきたんですけど、まあ、ただ実際にね、どこ行くの、チョピ、どこ行くの、チョピが主役だよ、今日。ほとんどのシチュエーションはね、まあ、網羅できるつもりで、制作してきたんですけど、実際に使うときにね、こう、わずかなんですけど、まあ、本当にね、ちょっとだけニュアンスが違う。うん、伝えたい言葉とニュアンスが違うとか、まあ、感じたことはあったんですよね。で、カスタムスタンプ、メッセージを少しちょっと変えれるね、カスタムスタンプは、北斗の拳のシリーズを、1個だけ持ってたんですけど、最大5文字までしかそれが使えなくって、まあ、5文字だとですね、その入力できるワードに制限が、出ちゃってですね、まあ、なんかいまいち使いづらいなと。物足りないところに、まあ、入力できる文字数がですね、100文字。100文字入力できるという、まあ、メッセージスタンプという存在を、ちょっと前からあったみたいだったんですけど、まあ、自分は全く知らなくてね、その存在を知って、まあ、これならね、もうどんな場面でも完璧じゃんということでね、急遽、制作してみました。まあちょっぴの原型ほとんど目が飛び出たりねほとんどありませんけど、まあね、楽しんで使っていただければなと思います。で、あとね、さすがに100文字、最大100文字入力できますが、まあ、100文字も入れちゃうとですね、もうほとんど小さくて見えないんで、まあ、その辺はですね、調整してご利用してみてください。ニーチョピー、第4弾、販売開始、おめでとう、ディーちゃん。ディーちゃんおめでとう。チョピーおめでとう。はい、でですね、ここから、重要なお話、パート2なんですけども、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、今までのスタンプも、そうだったんですけど、スタンプの収益は、すべてね、寄付をさせていただいております。で、今回はですね、まあ、ボランティアで、活動されている方たちへですね、収益がある程度、まあ、溜まった時点で、物資での支援を、させてもらおうと思います。で、この方たちはですね、現金の寄付っていうのはちょっともう受け付けておらず、物資の支援のみとされているからなんですね。で、個人的には、Amazon でね、ティーちゃんなんでこっち向くの？ティーちゃん前向いて、ティーちゃんこっち向いて、ティーちゃんこっち向いて、そう。はい、ティーちゃんこっち向いて。個人的には、Amazon で購入したものをですね、ボランティアさんのこう自宅へね、送ったことがあるんですけど、まあ、何をされている方たちかというのは、この後、流す動画をですね、一度見ていただきたいと思います。うん、ではまずね、その方たちの、活動の様子と、救いたい動物たち、またその理由をね、ご覧ください。それではどうぞ。
からですけどね。ちょっと気をつけて、気をつけて。いた？全然まだ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 。立ち止まってる。いたいた。こんにちは。こんにちは。話す話す。うん。話す。すごいねこれ圧巻やね。周りに人がいるね。うわごめんねごめんねごめんね。つまみ汁しよう。うん、2個やね2個やね。へー2個やね。2個やね。昔と比べると、昔って15年ぐらい前から14年ぐらい前には常に300、340頭いたんです。で現在は300頭を超えたのは先週だけです。で特に男の子は生まれにくくて育ちにくくて、で食べるものがこの島にはもともとないから、もう限界は見えてるっては思うんです。でもやっぱり生きてる命は守ってあげたいし、特に食っていうのは自分の小さい時の経験から言っても飢えるっていうことがとても好きじゃないんです。だからとにかく食べるっていう、こう奉仕をすることが好きなんですね。うん、でした。まあね、本当は受け入れいる限りその子たちが生きていきやすい状態を用意してもらいたいなと思います。もう芝地ですね。何言ってもとにかく草地が欲しい。でそこにはちゃんと施肥をして、でこの子たちの糞便もそれらを育てる、あの奈良の広大な三笠山も春日山もうねび山も全て肥料をあげてないんです。鹿の糞便であれだけ素晴らしい芝地がずっと山が3つの山があるんですよね。ほんと春日公園なんかあれだけ草があっても肥料を全くあげてないそうです。で6園といって傷病個体とかそれらを保護する施設がありますよね、奈良には。で廿日市のこの島には傷病個体がここから30分以上車で入ったところにあるんですけど、もう廃墟です。あそこ入れたら最後餌もあげない、治療もしない、ただの死ぬのを待つだけの施設です。だからやっぱり観光に利用するんだったらそれだけのことは人間もしなきゃいけない。恩恵だけ受けようなんて、厚かましいと思う。ヤラピ、はい、いかがでしたでしょうか。冒頭のね、ブルーシートを食べるシーンをもうこう初めて目にしたときはね、
まあかなり衝撃を受けました。うん、で、まあ、行政のね、対応に関してはまあ多々思うところはありますけどね。まあただその長年ね、この地で生活している方たちだけにしかね、わからないというような問題もあるでしょうし、まあ断定的なものの言い方はね、したくないし、できないんですが、まあ、それでもね、広島、宮島のね、観光大使として、まあ約50年間、まあ、50年間っていう長い間ですね、人間と一緒に生活してきたこの鹿さんたちがね、今度は人間の都合によってね、まあ、飢えて、食べることができずね、死んでいくっていうその現状が、まあ、あまりにもかわいそうだなと、感じました。で、まあ、今後ね、行政との話が、まあ、より良い方向に運んでですね、まあ、最低でも、もうその鹿さんたちがね、普通に暮らせる環境が整備されるまでは、支援していけたらなと思います。まあ動画をご覧いただいてね、それぞれ感じ方いろいろあると思うんですけど、まあお腹いっぱいね、ご飯食べさせてやりたいなと思っていただける方がね、もしいらっしゃいましたら、概要欄にですね、詳細を貼っておきます。物資の支援、送付先の、米田さん、またね、今回のこういう活動の、まあ、いわゆる発起人であるね、岡本さんという方の、インスタのリンクも貼っておきます。はい、直接ですね、電話番号を米田さんご夫婦公開している関係上、まあ、直接その電話で問い合わせる方が結構、やっぱりいらっしゃるみたいで、ただまあ、米田さんご夫婦は、まあ、ご高齢ということもありましてね、なかなかそのリアルタイムでの返信なんかができなかったりということもあるみたいなので、この岡本さんがね、こういった事情についてまとめてる、サイトがあるので、そこのリンクを貼っておきますんでですね、まあ、一度お時間あるときに、すぐその詳細、状況をちょっと見ていただいてね、まあ、それでももし何かわからないことどうしたらいいんだ、っていうことがもしわからないことがありましたら、その岡本さんのね、インスタや DM へね、質問してくれと、いうことなので、もし、何かね、ありましたら、そちらの方へ、質問をしてみてください。それでは皆様、よろしくお願いします。スタンプもね、ぜひぜひ活用して、ご家族、お友達、いろいろなんかそのまあブラックジョークとしてね、楽しんで使っていただければ、本当に本当に嬉しいです。それでは皆さん、またね、バイバーイ全部吐いちゃうよ、ディちゃんカピディちゃんバーンやんないね